矢沢がしみる45年間のメロディー。矢沢永吉初のバラードベストアルバム、スタンダードザ・バラードベスト、大ヒット発売中。詳しくは矢沢永吉オフィシャルサイトを検索。こんばんは、中村太一です。こんばんは、塩野香織です。G-POP になってもう5回4回目の放送になりますから、はい、そうですね、お届けして、まあまあ少しは、理解をしていただけたかなと思いますけども、はい、まあ、こんな放送を始めました。始めましたけど、ちょっと僕最近のエピソードをちょっと一言だけ、はい、帰りにあるところに飲みに行って、はい、帰りにお仕事の、うん、そこの女の子が送ってくれたから、はい、僕たまたまギター持っとって、でギターをポーンと振り込んで、はい、で運転手さんに相手のタヌキューお願いしますって言うさ、はい、ね、はい、でパーンと閉めはったん、うん、でそのままずっとしばらくして何も言わへんの、運転手さんね、はい、え、黙ってたら Where you go? って言うのよ。ね、はい、は、あ、外人と間違ってんのやと思ってこのまま外人になりすましたろ思って、そう、すごい。で、うちでついて、はい、あ、いくらですか？という面白いエピソードですけど、まあ、すごい。でも先生、はい、間違えられますよね。なんかわかります。いやいや、マスクしてなんかそう、あの、だから、あの、その、やっぱりルックスは、いや、谷球って言ったのは、はい、送ってきた人に僕が Thank you って言ったと思うんだよ。ここはこの話のミソで、はい、俺が「タニキュー」って言ったことを運転手さんは「タニキューに」「タニキュー」聞こえて、俺が「タニキュー」言うたのに向こうは「サンキュー」に言うけどなって、まあ、おそらく運転手さんは「どうしようどうしよう」と思って、そうそうそう、はい、何を喋ったらいいやろって、そうそう、そのモジモジしたこれ黙ってたずーっとはい、それでは、はい、今日のプレイリストはですね、なんと番組の、はい、ずっとこの番組僕と付き合ってくれて、村松さんが、はい、ディレクターが、はい、村松ディレクターが選曲してしてくれたんですけども、まあ、選曲見た時に、はい、あ、年代もそうやけども、うん、あ、この人こういう時代青春やったのわどんな曲が出てくるのか楽しみでございますが、いやいや、この選曲み、あの、おっちゃん好きよ、みんな、あ、そうなんですね、楽しみにしてください。じゃあぜひ、はい、今日はじっくりとお聞きください、はい、よろしくお願いします、はい、村松さんの、選ばれた曲は、はい、まずはもうこのタイトル聞いたらもう、うん、うんうんうんっていう人が多いと思うんだけど、はい、井上陽水さんの、はい、少年時代、はい、うんうんって感じです本当大丈夫です、せやもうね、今もう60代70代の方々が、はい、青春の真っ只中で、うん、井上陽水、そして吉田拓郎、はい、ね、この辺のもうニューミュージックの、はい、ニューミュージックっていう塊はあったんやけども、はい、でもその中からやっぱり拓郎ブランド、陽水ブランドっていうのがちょっとやっぱり飛び抜けていたような気がしますけどね。1990年の、ね、そうですね、作品ということでして、はい、聞いてみましょう、はい、少年時代、井上陽水さんです、はい、まさしくこれはもう井上陽水さんがビートルに限らずブリティッシュ音楽、はい、あのイギリスの、お知り、ヨーロッパのロックの連中の影響を受けて、作られた作品だと思っていて、はい、やっぱりそのこの弦のサウンドもそうだし、オーボエ使ったり、はい、ちょっとクラシカルなところが来る、うん、でもこれクラシックではなくて、はい、いやロックなんですよ、あ、考え方としては、ね、はい、うん、だからそこの美味しいところっていうか、うん、やっぱりそのこの陽水さんのこの辺のスタッフもやっぱりもう音楽をもう知りまくってたっていうか、やっぱりこの少年時代というこの歌詞はめっちゃ日本っぽいけど、はい、やってることは洋楽なんですよ。うん、本当作ってなんか、ね、これをこのメロディーを英語で歌ったり、はい、歌うとそのまま洋楽になりますから。あー、なるほど、うん、ちょっとそれも聞いてみたくなるような聞いてみたいですねですね、うん、すごい、まあ、聞きながら今の石原も言ってたけども、はい、演奏だけでもそうなんですよね、うん、なんか歌はもちろんなんですけど、うん、演奏だけでこの曲聞いてみたいなっていう印象があります、うん、ね、はい、少年時代、これ村松さん、うん、なかなかね素敵な
まあ、いくつやったか知らんけども、はい、少年時代をお届けしました。じゃあ、2曲目なんですけども、はい、彼がちょっと選んでくれた、これちょっとマニアックかなというふうに思うんですけども、1996年から7年ぐらい、はい、で曲なんですけども、僕残念ながらこの歌は存じ上げなかったんですけども、はい、作詞家がもう亡くなられまして、本当に才能のある、あの私もよく存じ上げている山川圭介さんなんですけども、はい、作曲は矢沢永吉さんと、はい、そうですね、若き日の矢沢永吉、1976年ですね、そうですね、はい、ちょっと私も初めてですね、今日お聞きします、はい、はい、フィッシュを。さらばめっちゃ声が若い、パッと聞いたらすごく若いです。矢沢さんだと思えないですよね、はい、でも随所になんか矢沢ロック、うん、それはすごくロックの誕生というか、はいはい、なんかこういろんなことを試行錯誤してたけどね、なんかこうずっとそこ音楽を探してて、自分のスタイルを探してて、うん、やっぱり見っけたよなって、俺たちっていう、なんかその匂いがするよね。でその後この発売後の2年後ぐらいに時間よ止まれの発売っていう、はい、同じコンビやもんね、うん、1978年、うん、そうですね、やっぱりそうやね、矢沢見つけたいこれで見つけ て, 見つけてこの延長線で行こうと、あ矢沢はこれやれっていうのがやっぱりあったんやろね。あの村松ディレクターはね、あの一晩がかりの別れは終わったっていうこのフレーズが、いや俺も聞いたよ、その人にこだわってるっていうのはね、はい、しびれたんです。めっちゃめんどくさいな一晩もめんねで別れるの分からないのって、あよちゃっちゃ別れや帰れやお前。でも海まで連れてったら帰られへんわな、はい、二人ともそうです海で車の中で一晩中揉めたんやろな、別れを知るんで、めっちゃ分かるよな、はい、気持ちがはい、引き潮矢沢永吉さんで聞いていただきました、はい、それでは、はい、もう一曲ですね、はい、選んでいただいておりまして、はい、1972年ですか、はい、あそうか、はい、1972年ね、僕びっくりしたんですよ、この歌がヒットした時にボン出てきた時に、はい、って日本人でこんなにカントリー、僕なんか、うん、もう本当にカントリーの初期の頃の育ちですから、カントリーからロッカービリー、はい、ロックンロールっていう、本当古いそのミュージシャンだったんで、はい、だからそのカントリーグさん、あのいわゆるそのスリーフィンガーのトンタカ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 っていうバンジョーの響きだったり、はい、そのヒルビリーっていうんだけど、あのチャーダ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 ーっていうそのカントリーってあるんだけど、はい、その流れでパーン1972年、俺の喝采の年でですよね、72年パーンって出てきたんで、はい、ビビりましたよ僕、へえすごって、それがしかもメジャーじゃなくてマイナーやし、歌詞が邦楽やもんね、うん、そうですね、はい、その曲何の曲やろうっておそらくリスナーさんは、上弦の月だなんて、うん、ああ色っぽいねって言うんだよすごい意味わかる？分かれへん。分かれへん。分かれへん。上弦の月だなんて妙に色っぽいねって、そらおっちゃんしびれるでだってそんな世界って俺はドイツとか邦楽では聞いてたよ。あ、はい。そういう フレーズ、それをあのテンポでね、うん、でメジャーやったらまだ分かんないけど、マイナーコードで。はい、シンプルなマイナーコードであれやられたら、ちょっと待てやと、こいついくつなんと、あ、本当にこれ僕吉田拓郎さんの中では、まあ、名曲がいっぱいあるんですけど、はい、これは衝撃やったね、衝撃的な、忘れられないですこの衝撃は未だにじゃあまたその衝撃を、はい、はい、感じて聴いていただきます。吉田拓郎さんで旅の宿。あの当時のショックが僕の中には蘇ってきますけど、はい、多分俺たち歌謡曲書いてて、はい、自分ら歌謡曲ってこんなことやろお前らやってることはみたいな、パーンっ
ーンって来られたような、本人はそう思ってらっしゃらないかもわからんけど、はい、若いしね、だけど本当アンチ歌謡曲っていうかね、もう、はい、岡本おさみさんの詩と吉田さん、これはなんかこう一緒にいたんだと思うんですよ、作る時 作る時にそう、今聞いてて、うん、作詞と作曲とどっちが先にできたんだろうってすごく気になる、うん、できたとしたら詩が先ですよ、できたとしたら詩が先ですか、うんうん、できたとしたら詩が先なんだけど、いや同時進行じゃないかな、なんか一緒に飲んでて一緒に作ろうかみたいな、こんな曲っていう、こんなことはあるけど面白そうやなって、だって彼たちはそんなにその大人のことを考えて感じてるわけじゃないから、はい、大人ってこんなもんでええんちゃうのみたいなイメージ膨らまして新しいものが生まれるとい う, でであれは僕はその時代もうすっかり大人ないからそっかこの時代にそうそ う, そう、ね、やられたって感じでめっちゃショックだったですね、まあでもこれもやっぱりそのある意味ね、その匂いとしては、はい、その今これを本当に拓郎さんのようにポーン とそのストレートに歌う歌詞が今いないんですよね、はい、なんかでひねろうとする、はい、だからこのポーンとサウンド外して一回なんかビートルズっぽい、それこ そのさっきの陽水さんのバラード風なああいう作り方でもいいから、はい、ちょっと聞いてみたいような気がしますよね、うん、なんかもっとその、うんうん、このしっとり感をもうちょっと やらしさ 分も含めてちょっと引き出す新しいアレンジで聞いてみたいな。あ、いいですね、うん、楽しみ。なんかそんなものをね、はい、はい、また、はい、新たに先生の作品の中でまたぜひ生まれて、これは生まれへんと思う期待しております。これやられてるもん、やられてるから、こうやられてるところに僕行かない絶対。負けてる作品のところ絶対行きませんから。その先生が負けてると思う。桑田佳祐さんのところ絶対行かへんもん、はあ、先生の音楽のいやいや方向が嫌だ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 と才能あるから向こうは、うん、まあ言っております、ね、まあそんなことでお届けしまして、この3曲、はい、G-POP という形で、今日はお届けしました、はい、今回は、はい、村松ディレクターが選んでくださった G-POP をお届けしました、はいはい、皆さんもぜひ、プレイリストとして、曲を選んでぜひぜひ番組へお寄せください、はい、お待ちしております。よろしくお願いします。